おかえり、レッドゾーン。今夜のテーマは今が食べ頃、秋の味覚、椎茸。椎茸といえば、炊き込みご飯にバーベキュー、そして鍋。秋の食卓には欠かせない食の名バイプレイヤ ー。 確かに。ただその一方で、子どもの嫌いな食べ物ランキングでは常に上位。ですが今夜は、見れば絶対に食べたくなる椎茸の絶品調理法はもちろん、この時期に行きたくなる椎茸狩りスポットまで大公開。ということで、訳あり椎茸ゾーンスタート。だっせ椎茸ゾーンにすんねや、食べますか藤原さん、椎茸は。食うけどさ。好き？普通やな。わかるよ。なんかもしこの世から椎茸なくなっても 2,3 日気づかない。これだけ興味ないって言うてんのに出てきはんのかい。出てきはんご登場いただきましょう、この方です、どうぞ。よろしくお願いいたします。いろんな数あるこうキノコの中でもあえて椎茸、はい、椎茸一番ですね。一番全キノコの中で椎茸一番ですね。一番椎茸かそれ以外のキノコかっていう話ですね。あ、椎茸だけ別なんで。別格。別ですね。完全に別です。聞いてみましょうかね、あなたはどんな訳あり人ですか。ですね、私は椎茸が好きすぎて有名な会社を辞めて椎茸の専門の会社っていうのを作った男です。有名な会社っていうのはどちら。デジタルアートとかやってるチームラボっていう会社。チームラボ、はい、辞めたんですか。はい、そこで、デジタルアートやっていて。もったいない。チームラボ辞めた。めっちゃめちゃすごいっすよ今チームラボって。知ってる、おなぎさん、チームラボ。チームラボでも聞いたことあります、私でも。いや、すごいよ今。今グイグイ来てる会社。やめたの？やめちゃいましたね。え、チームラボにいる頃より、うん、はい、いわゆる収入はいいんですか？いやらしい話ね。もうね、正直激減してますよね。今回の訳あり人は椎茸命の竹村健人さん。子供の頃から椎茸が大好きだった竹村さんですが、大学卒業後は椎茸の道には進まず、デジタルクリエイター集団チームラボに就職。しかしやっぱり椎茸のことが忘れられず、4年で退社。そして1年前に作ったのが椎茸専門の会社、椎茸祭り。仕事内容は椎茸だしの製造や都会での椎茸原木栽培プロジェクト、さらには自宅で椎茸が簡単に作れるという椎茸栽培キットまで開発。椎茸はいろんな人を救う救世主です。椎茸はいろんな人を救う救世主です。今夜はそんな椎茸命の竹村さんに、今が食べ頃の超絶品椎茸から椎茸の美味しい食べ方まで、椎茸の知られざる魅力を教えてもらいます。で、椎茸栽培キット、はい、これどういうものなんですか、こう作られた。あ、これはですね、こう今中に見えてるのが、はいはい、こう菌床といって、こうおがくずが固まった木なんですけど、はいはい、こう椎茸の菌と栄養が入ってて、はい、これにね、こう水で水洗いして、あと袋に入れて置いとく。入れたら、いわゆるちょっと日当たり悪いところに置いときゃいいってことですか。そうです、そうです。普通に家で育つんで。あ、子供とか楽しいか。あ、でも、うん、あ、いいかも。夏休みの宿題とかね。あ、そうですね、にはいいですよね。いや、最大3回、10本から20本、すごいね。ここで椎茸の良さにまだピンときてない藤原と渚ちゃんに、椎茸好きになってもらうため、栽培キットで育った椎茸を収穫してもらいましょう。あ、いっぱいできてる。これがね、だけ5日目ぐらいなんですけど。え、5日目なの。ちょっと貯金してみる。どの辺を。え、どうやって。これ、ね、根元というか軸の下の方からこうチョキッと切ってもらえれば。ここですか。一応下の辺でいいですか。この辺でいいですか。そうです、そうです。で、下の方をギュッと切ってもらえれば。お、はい、あ、これで大丈夫です。取れた。まあ、そうやねんな、それ以上もそれ以下わかるよ、おなぎわかるよ。どうぞ、お好きなとこ。うん、どう？トヨタ。
しいだけのマックス。いやいやいや、ちょっとここから巻き返し、巻き返し、巻き返し。じゃあちょっと続いてのテーマ見てみましょう。こちらです。日本三大美しい茸、うん、これどういうことでしょうか。あのですね、はい、椎茸の魅力っていうのはもちろん美味しいってそれもいいんですけど、はい、その僕がやっぱ惹かれてるのは見た目、うん、その美しさみたいなとこだなと思ってて、特に椎茸こうひしめき合ってる姿っていうのがめっちゃ僕好きなんですよ。でこの中でもこのふさふさのこうなってる、わかりますか、こう軸から上がってきてるこの部分がめっちゃかっこいいなと思ってて、うん、今回ちょっと見た目とか味もまあ両方素晴らしい美しい茸っていうのをご紹介したいと思います。なるほど、はい、わかります。はい、それではまず最初の美しい茸は、まずは世界が認めた椎茸界のパーフェクトボディ、あの世界農業遺産っていうのを選ばれた椎茸ですね。でこちらがですね、椎茸の聖地、まあ原木栽培大体大分多いんですけど、そこの聖地である世界農業遺産にも登録されている地域 の、 あの国東半島っていうところで作られた椎茸です。これね、まあ宇佐の椎茸の香りちゃんっていう、すごいもう見た目も完璧で、これまさに美しい茸だなと思って。見た目今のところ岩でしたね。美しいですか。めっちゃ美しいと思うんです。この中バッキバキじゃないですか。バッキバキですよ。なんかすごいもう北斗の拳のケンシロウみたいな。筋肉的なイメージで見てる。すごい。なるほど。ギュッとしてて。そういうことなんや。これはですね、なんかクヌギ林を使ったなんか原木栽培っていうのをしていて、まあすごい土もいいですし、天候もすごいいい条件なんで、まあこういうのができると。これを使ったおすすめ料理っていうのは、まあもちろんシンプルに焼いて食べるっていうのも美味しいですけど、そのお出汁とか、まあそういうのに向いてるまあ椎茸なんですよ。まあ普通にこう煮出して水も落とししてでお出汁にすると。え、なんかこんな高いやつだからお出汁にするのちょっともったいない。なんか食べた方がいいんちゃうかなみたいな。あ、でもお出汁にして残ったやつを、あ、残った椎茸は、まあ、煮物とか焼き物にして、お出汁はお出汁で他のスープに使うとか。ああ結構じゃあ贅沢お出汁がこれで取れるという。そうですね、おすすめです。じゃあ続いての美しい茸は、これ続いてはですね、椎茸界のセレブリティの松きのこ。松きのこ、はい、広島県世羅町ってとこでやってる、まあ、世羅きのこ園ってとこで作られてるきのこなんですけども、はい、松茸やん、これ傘の部分っていうのはすごい丸っこくて、なんかすごいまあ松茸に似てる品種ですと。でこれものすごい香りもいいですし、まあ、食感もすごいシャキシャキしてるので、すごいパーフェクトな椎茸。でも椎茸なんですか。これも椎茸です。椎茸菌の亜種ですね。へえ、世羅町自体が松茸の名産地で、なんかそのやっぱ松茸を買いに来るお客さんが、まあ、一緒にこう松きのこを買われたりとか。なるほど。そういうのリピーターが増えてるみたいですね。そうか、松茸買いに来て、あれ何これ似てるな、ちょっと買ってみようかみたいな。へえ、これはやっぱ焼きですか。焼きでもいいですし、うん、まあ普通にそのサラダとかに入れたり、炭焼きとホイル焼きとかでも美味しいですね。あ、これちょっと食べてみたいな、なんか松茸感覚で椎茸食べるそうで、これいいっすね。これいいですね。うん、じゃあ続いての美しい椎茸は、続いてがですね、椎茸界のジャンボビューティーのど手まりです。うん、ジャンボビューティーとかそれ誰が言ってるの。さっきから。もうね、これはねすごいんですよ。これはこれでまたこう石川県ののど手まりっていうまあ品種なんですけど。わあ、でかい。え、めっちゃでかない。椎茸も結構でかいです。これぐらいの。あ、でかい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 。めっちゃ大きい。でかいでかいでかい。すごい。気持ち悪い。おい。おい。美しいだけ言うてんの、はい、出てもうた。和訳よ、和訳を。もう傘の直径が8センチ以上、厚みが3センチ以上、巻き込み1センチ以上ってこう条件があって、それ認定されないと無糖手まりとして、まあ、売られないと。そうなんです、そうなんです。これ何もしますのこれ。これがですね、1ケース6個から8個入って1万円前後。高いな。しいたけで1万円しますね、これは。これのど手まりプレミアムって、これでも買ったことないですけど、これはですね、そうなんです。椎茸、はい、うっそ。え、じゃあ会う人いるんですか。のこれが金沢のフレンチレストランのオーナーさんが買われて、これ落札されて、もう入札なので。なんぼで出すんこれ、フレンチの料理。もうやっぱかなりそう高級なお店じゃないと出せないですよね。味は美味しいんですか、その1万円の。味めっちゃ美味しいですよ。大味にならずに。全然大味というよりは結構味やっぱ深いので、まあ、その椎茸のステーキとか。しゃぶしゃぶ。あ、そう、しゃぶしゃぶもねすごい合いますね。椎茸、椎茸のしゃぶしゃぶ。普通の椎茸だとやっぱ味薄いんで、あんま味残んないんですけど、香り強いものだとやっぱしゃぶしゃぶしてもかなり美味しいです。これは香りが強いから。香り強いので。しゃぶしゃぶでも美味しい。そうですね。この後椎茸グルメ。あ、でもうまっ。美味しい。うん、あ、もう香りはすごいね。うん、うまっ。それでは桜きのこ園で採ってきた
肉厚の椎茸をスタジオで焼いちゃいます。そして椎茸が焼ける間、竹村さんが開発したという椎茸の粉末、お出汁も味見。竹村さんとこで。ああ、お、でもなんかすごい椎茸が、あ、そう、椎茸の感じする、はい、お上品に入ってる感じです。でも美味しい。あ、そう、ちょっと藤原さんどうぞ。いただきます。あ、もう香りはすごいね。うん、うまっ。はどっす。これな、酒飲んだ後にこれ飲みたいわ。うまい、椎茸の香りめちゃくちゃする。ちょっとリワイタそうめんぐらいちょっと、ああ全然いけるね。あ、ちょ、そろそろ、あ、そろそろ、ね、お腹の香りいい感じ。あ、うん、あ、めっちゃいい匂い。水分出てきた。もういけるって。嬉しい。塩かけて、上に塩かけて。塩かけて。それではおすすめの塩をかけていただきます。おお。静か、うん。あ、香りが全然違います、さっきの。椎茸って静かやな。ちゃんとそうや。ちゃんとそうや。熱っ。熱いんかい。うまーい。最初の感想それかい。あ、でもうまー。美味しい。うん。美味しい。日本人って感じ。日本人って感じ。まあ、香りはだいぶ広がりますよね。まあ焼くことでね、だいぶ変わりますよね。いただきます。おいしい。いや、うまいな。うまいな。素朴なもんが一番おいしい。噛むたびにこう水気と出汁がこうギュッギュッと出てくる。おいしい、うん、と少し寂しい。マジですか。マジですか。おかしいっすね。おかしいっすね。火曜世界に向けて。そうなんす。やばいっす。でやばいっす。激減なんで。やばいっす。やばいっす。え、まあ、今従業員はお一人。いや、今もう一人雇ってて、人も雇っちゃったんですよね。え、なんでその激減してんのに雇っちゃって。その人は何してる人なんですか。あ、大学生をちょっと雇ってみて、新入社員として、今教育期間中みたいな。椎茸のことを叩き込んでるってことですか。そうです、そうです。え、大学生を金賞に入れてみたいな。学生囲ってる感じ。キノコ好きな人がいるんですよ、実はね。キノコのものばっかり集めてる人いましたもんね。あ、うん、キノコ文化が好きな人がいるんで、その人とか紹介します。ぜひぜひ。そっち相談してもらっていいですか。いや、うち別に相談所ちゃうんだ。表可愛くないですか、椎茸。どう、可愛い、可愛いって聞いてはる。可愛い。